装飾用のジャマダハルジャマダハルは武器の一種。主に北、インドで使われていたもので、分離ダガーとも呼ばれる。ジャマダハルは、切るよりも刺すことに特化した形状を持つ武器である。その特徴は、通常の探検の柄とは大きく異なったその握りに、ある。この握りは、h 型をしており、刀身とは垂直に、唾とは平行になっており、手に持つと、 拳の先に刀身が来るような作りになっている。したがって、あたかも拳で殴りつけるように腕をまっすぐ突き出せば、それだけで相手を刺すことができる。そのため力を入れやすくなっており、他の探検に比べて鎧を貫通しやすいとされる。刀身及び柄には凝った装飾が施されているものが多く、儀礼用としても用いられ、ラージプートの戦士はトラりにおいて一体の邪魔だはる。 のみで虎を仕留めることにより、勇気と戦議の象徴とした。インドがイギリスの植民地となって、以降は装飾品として、ヨーロッパに多数が輸出され、特に、ラージャスターン州の分離では18世紀から19世紀にかけて、金箔をふんだんに使って豪舎に装飾したものが作られ、1851年にロンドンで開催された。 万国博覧会でも、文理ダガーの名称で展示された。ジャマダハルの別名である、文理ダガーはこれに由来している。輸出用に、実際に、戦争や儀礼で使われた伝統のない創作品も、多数発明された。夏季の普及に伴いたの件と同様に捨てられ、中級世紀には、儀礼用もしくは装飾用として使われる以外には、用いられることはなくなった。 刀身は通常は幅の広い両場のダガー形状であるが、フランベルジェやクリスのように波打った刀身を持つものや、二差もしくは三差の刀身を持つものがあり、自家圏ではなく湾曲した刀身を持つものも存在し、少数ながら現存している。17世紀以降、インドがイギリスの植民地になると、この特徴的な刀剣はその外見からヨーロッパ人に人気を博し、 特産の土産物として珍重された。この時期にヨーロッパ向けに作られたものとして、閉じた状態では一つの刀身だが、柄を握り込むことによって、ハサミのように刀身が開き、にさもしくは三差の形状になるものがある。この可変式カタールは、イギリスをはじめとしてヨーロッパ人に好まれたが、実際にインドの刀剣士に存在していたものではなく、また、 刀身の根元に可動部とその軸があることから強度が低く武器としての実用性は低い。柄の両側に小型のマスケット銃を備えたカタール銃という珍品も発明され、特に18世紀にやはりヨーロッパ向けの輸出品として多数が作られた。この武器は日本、西洋ではよくカタール、カタラなどとも呼ばれる。このカタールはタミル号において 突き刺す、刃物の意味である、もしくは、ヒンディー語、パンジャーブ語、カンガダ語、マラヤーラム語、マラーティー語を語源とする。ロールプレイイングゲームの、ダンジョンズドラゴンズシリーズや、トンネルズトロールズシリーズには、カタールとして登場する。コンピュータゲーム、ドラゴンクエストシリーズで登場する、ドラゴンキラーの、設定イラストにおけるデザインは、ジャマダハルをモチーフとしている。 また、ファイナルファンタジー8においても表記こそ、カタールだが、ジャマダハルが、武器として登場する。似てスーマンガリー、ディバディシートラディショニン,ンサウスインディア、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id、イコール LFR062 ベリアピコグラムイコール PA181&、LPG イコール PA181&、 DQ イコール買ったりソード V イコールオネパゲ &Q イコールーったりパーセント %20 ソード &F イコールフォルスハットドクタートビアスキャプエルザワールドエンサイクロペディアオブナイブズダガーズベイオネッツアンネスパブリッシングありがとうございます